皆さんこんにちは。今日は令和3年某日、僕はただいま東京都千代田区にございます東京駅丸の内口前に来ております。当チャンネルにおいて東京駅丸の内口で撮影するのは、おととし9月の斜めストライプの踊り子号、去年3月のスーパービュー踊り子、そして今回で3回目になりますかね。その3回目の内容についてお話しします。今回はここ東京駅からリニューアルした踊り子号に乗って修善寺へ向かう、そういった企画になります。細かいことはさておき、お付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。今年の3月にリニューアルしました特急踊り子号なんですけども、全車指定席と伺っておりますので、このように指定席を確保しました。前置きはこれぐらいにしまして、さっさと改札の中に入ることにしましょうか。列車まで曲がりますんで、ホームへ向かう途中駅弁でも買うことにしましょうか。まだドアは閉まってるんですけども、ドアが開きましたらこちらの踊り子号に乗車します。12時、東京駅を帝国通り発車。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急踊り子13号伊豆急下田行きと修善寺行きです。品川、川崎、横浜、大船、小田原、湯河原、熱海に停車いたします。三島田町、大和、伊豆長岡、大井、終点、修善寺に停車します。
今回は修善寺行きということで山側を指定しましたが、正直なところ海側にすべきか山側にすべきか迷いました。現在空いているお席です。この先の駅からお客様がいらっしゃる場合がございます。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう駅をご利用ください。Bound for Izukyu Shimoda combined with Yodoriko bound for Shuzenji. We will be stopping at Shinagawa, Kawasaki, Yokohama, Kawasaki.向かって走行しているところです。時刻の方は12時12分ぐらいじゃないですかね。県境であり六郷川の異名を持つ多摩川を渡り神奈川県に入ります。大船を発車し鎌倉方面へ向かう横須賀線と分かれてさらに西へ進みます。
相模川を渡っていますが、この辺りは馬乳川とも言うそうです。鎌倉時代、この辺りに橋が架けられた際、落成供養に臨んだ源頼朝公が乗った馬が暴れて落ちたことからこの名がついたとか。相模川を渡り切ったところでちょっとブレイクを。座席周りについて簡単に紹介します。前の座席の背面には大きめのテーブルが備え付けられています。加えてペットボトルが入るドリンクホルダーも。あと窓側の席にはコンセントも。電源さえあればモバイル機器もひとまず安心といったところでしょうか。それでは車内で遅めのランチをいただくことにしましょう。まずは上皇陛下が大好きな駅弁でもあるチキン弁当、ケチャップライスと唐揚げといった洋食弁当といったところでしょうか。もちろん唐揚げ、ケチャップライスともども美味しくいただきました。加えて崎陽軒のシューマイも。崎陽軒のシューマイは冷めても美味しいとのことですが、流れる車窓を眺めつつ食べるシューマイもまた格別です。これより本題に戻ります。列車は相模川を渡りきり平塚を通過。今度は丹那トンネル開通以前は東海道本線だった御殿場線と分かれる構図を通過します。川川を渡り、やがて大雄山線の電車を横目に小田原に到着。小田原を発車し、しばらく走ると車窓には海が。序盤でも申し上げたのですが、正直なところ修善寺行きでの座席の確保は悩ましいところ。修善寺行きにもフリースペースがあればいいんですけどね。小田原に到着いたします。なお、湯河原での停車時間はわずかとなります。お忘れ物なさいませんようお支度をお願いいたします。
機に来ております。映像では分かりづらいんですけども、フォローはつながってはいるんですけども、通り抜けはできないみたいです。まあこれは散々言われてることでしょうけども、もうすぐ熱海に着きますんで、切り離し作業を見物することにしましょうかね。本日は特急踊り子号をご利用くださいましてありがとうございました。現在神奈トンネルを三島方向へ向かって走っているところです。時刻の方はそうですね、13時30分を過ぎたあたりでしょうか。まで JR 線に別れを告げて伊豆箱根鉄道駿津線、通称伊豆箱に入ります。三島町の次は、大丸に停車いたします。
車は特急踊り子13修善寺行きです。この辺りの車窓から望む城山をしばしご覧ください。今日から揺られること2時間弱、終点の修善寺に到着。三島、熱海、湯沢、小田原、
西口の方では何やら楽しげなイベントが行われてるんですけども、これは後ほどということにしまして、まあ先へ進むことにしましょうかね。本来でしたらこの動画は修善寺駅で終わってるはずなんですけども、まあ、どういうわけか修善寺温泉まで来ちゃいました。本題に戻りますけども、今回は東京から修善寺までリニューアルした踊り子号に乗るといった企画の動画でした。その修善寺行きの踊り子号なんですけども、一時は廃止になるんではないかという噂が飛び交ったんですけども、まあ存続して何よりでした。今回リニューアルした踊り子号には初めて乗ったんですけども、まあ小学生並みの感想になってしまいますが、快適でした。まあ喋りが下手くそで妙竹林な終わり方になってしまったんですけども、これでこの動画を締めることにいたします。それではご視聴ありがとうございました。お気に召されましたらチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またツイッターおよびフェイスブックもございますので、説明欄よりフォローのほどお願い申し上げます。